本万寺は京都府京都市上京区にある日蓮州の本山。三号は甲府山。立中が四院ある。1410年本国寺から分立し、六老僧の一人に知事を、数形解散として玉堂名院秘襲が回帰。当時は上京区元本万寺町付近にあった。1536年天文北家の乱で消失し、堺に避難する。 自伝によれば、それから間もない1539年、関白、この絵の通りが現在の地に移転し、ごなら天皇の直眼寺となるという。ただし、移犬の時期については、異説もある。山品と継ぐの日記、時継つ記狂気の記載によれば、1545年の時点で、本万寺は、この江戸の近所に存在していた。この、この江戸の近所が、 具体的にどこを指すかは定かでないが、本万寺の現在地には該当しない。このことから、1590年頃、豊臣秀吉が、京都の寺院を寺町通り沿いに強制移転させた時期に、本万寺も移転されたとする説もある。1751年、徳川吉宗の病気兵与を祈願し、幕府祈願書となった。近世にはたびたび火災にあっており、 1661年の火災、1708年の放映の大火、1788年の天明の大火により消失するが、その都度再建されている。本堂は1911年2月8日にも消失し、1927年に再建された。現住は62世痛み日照漢受、むしろ死放演演等本山。日練習は、 昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼び習わしている。ありがとうございます。